これで今日も頑張って。はい、ということで皆さんこんばんは。神々チャンネル戦いドリームチーム生配信です。今日もシナリオの続きを楽しんでいきたいと思います。それで今日の対戦相手がカタルーニャ、以前ねカタルーニャのベーとはね2度ほど対決しておりましたが、今回は A の方でしょA っていうか A の方でしょなんて言ったらいいの、22万、これはさすがに厳しいんじゃないか。45分ハーフ延長戦あり PK 戦あり、これはさすがに厳しいよきっと。まあでもどこまでね迫れるか楽しみですね。行ってみようか。そうしましたら、そうだね、そうですね、そしたらこちらを翼くんがこれかな、こちらをお借りいたします。じゃ行ってみよう。南部大風座り12万 VS カタルーニャ22万。楽しもう。早いよ来るの。勝負だ。よしさ、あえて捕まってみました。見てみたいんで、どのぐらいいけるのか。いや、いけないでしょ。だって、カタルーニャ B 相手に通用しなかったんだよ。それが A、無理でしょ。トップカテゴリーの選手相手に。なんで、ここは、スタミナかなり削りますけれども、タップダイビングボレーで、スーパーアーリークロスを、上げに行く。この一点死んでも取る。よろしく。カズオちゃんがうわー取る、普通に取る。さあ来い。気合い、ここは勝負だ。そうはいかん。恐ろしい、恐ろしいぜ。この恐ろしさがでも面白い。さてと、まあシュートレンジだよね。何？そう、ここで点を取られたらおしまいじゃねえか。顔面ブロックは。サンキュー。どうだ。皆さんご覧になりました？今あれで十分ってことですよ、向こうからしたら。しかもペナルティエリア外、舐めやがって。うちのエース行くぞ。やるしかないな、カズオ。よし行くぜ。サイ、詰めろよ。よし突破。第一関門突破。第二関門突破した。第三関門勝負だ。よし、これを穴穴、すぐすぐ、早いね。守るぞ。お前を徹底マーク隊。うん、これでスタミナ空っぽになっちまうな、ミスイ君。そうだな、パスカットだな。一番怖いのはこの場面、ドリブルは放置しても時間がかかるからね。ここだ、僕が止める。よし今だ。ただもう空っぽなんでドライブパス使えないだろ。俺たちならできるはずだ。ヒューガ、寝てる場合じゃないぞ。行くぞ。行くぞ。よろしく。フォローする。よし、勝負はここから。援護射撃付き。
撃てば決まる百発百中。これが俺の問答無用天下無敵の乱獣シュートだ。次々と吹き飛ばしていく。勝負だ。巻き棒に捧げろ。捧げます。サンキュー。最後まで攻め抜くのが俺たちのサッカーだ。でかい。いい時間帯。そして援護射撃がついた。なんでスタミナの節約にもなった。止められるものなら止めてみろ。行かせてもらうぜ。ただまだ時間があるんでね。行くぞ。ちょっとでも気を抜いたらついていけない。その通り。気が抜けないよ。虹色。よし、来た。エリアに侵入。ここだ。うわ。フィーバータイムは継続中。よし来い。継続してるんだったら絶好調。行くぜ。行くぜ。俺の魂のプレーを見せてやる。今でも俺ナイスキー。サッカーが大好きだ。それうわ逃げろ。行くぞ。よし来い。孤独だよ。カビソリパワー爆発じゃ。シンタロやってんじゃねえ。孤独だよ。どんどん来るよさっきかわした人含めて3人ぐらいに囲まれた。よし、なんとか1点もぎ取りました。さてと、うん、606 623。あ、そんなに変わらないんだね。問題はこの辺だね。バック、ヒューガくん、失礼、石崎くん。なんで石崎くんの名前がヒューガくんになっちまったんだね。こうするでしょ。で、マモルちゃん302。うん、まあ技なんでね、相手のキーパーの属性を考えると翼はそのまんまいてもらいたいね。あとはそのぐらいかな。とりあえず2枚交代カードを使う感じ。1枚か、珍しいね。1枚っていうのはね、2枚ドーッと使っちゃう。マモルちゃんまでいける気がするんだよね。あの、最悪同点延長戦も考えてますんで、うん、いいんじゃないかな。行ってみようか。イタリアでのニックネームは恐怖のレッドストッパーだ。さあ来い。勝負だ。行くぞ。オーロラカーテン。セイ。勝負だ。よし来い。さてと、この画面で味方の残りスタミナが確認取れたらいいんだけどね。おそらくヒューガ君はね、この状態よりかはホエホエタイムの方がいいんで、中央に出せるんだったら。よし、ここを通す。行け、ドライブ。来たよ、通常パスカット。恐ろしいやつ。よし、突破した。行くぞ。負けない。セモン、まだな。うちのフォワード陣追いついてないからな、ゴール前。でもここは打っとこう。やるしかないな、カズオ。よし、よろしく。はい、いけいけいけ。 DFGK キラー。勝負。シルバークリティカル。なんと大エース橘正雄。スーパーロングシューター。俺が相手だ。
勝負に行くぜ。でもだいぶへばってますからね。さすがパスカッター、へばっちゃってます。助けて、俺たちならできるはずだ。青井くん助けて。勝負だ。青井くん力強いパス絶対取られちゃうよなこれ絶対取られちゃう。だって水木くんのさ、あのドライブパスが取られちゃうんだよ。でこのポジショニングから言うとさ、パスの予測ってすごくしやすいと思うんだ。かといってドリブルで普通にかわすって難しいんでね。ここはもうアーリークロスだ。ほら来た、しかも金色、これも危ないよ。よし突破していく。よし、なめプレイできました。ここをみんなで、おお、いいパス。よし、こいつには俺がつく。よし来い、勝負だ。分業、そうしか。お、さすが来るよ。わしが相手してやるたい。負けるかい。俺の見せ場だ。一番嫌なのはシュートだもんな。ワンツーだぞ。体を張って守り抜く、それだけ。タイ、うわタイ、サンキュー。よし行くぞ。だからすぐ来るからな向こうも。でいたずらにここで通常パスって、すっげー囲まれてるなここどんだけだよここ。本当の力見せてやるたい、佐野とのコンビプレーだ。ある意味でヒューガ、もう後半は彼で点を取るって決めてました。ドヒューン、ナイスパス。一丁やってやるか。受けて立つ。打てば決まる。百発百中、これが俺の問答無用天下の敵の乱獣シュートだ。いけー、カズオも詰めてゆく。久々に吹き飛ばした。おっしゃー、ジト君もナイスアシスト。わしが相手してやるたい。よし来い、勝負だ。ここだ、はい、ここだ。すげえ頑張るね。いや楽しい試合でした。クリア報酬、お、2万5000点を超えたって。協力ありがとうございました。ということで次はバレンシア、ブラジルの至宝。まあ設定上ね、この2チームの、試合っていうことになってましたんでね、おそらくそう来るかななんて思ってたんですが、どうだろう、今日はこの辺にしとこうかな。なんかそろそろ終わりが見えているような気がしますんでね。はい、それじゃあ、この続きはまた明日皆さんと共有する形でね遊んでいきたいと思っておりますんで、よろしければまたその時アクセスください。お待ちしてます。それでは本日もありがとうございました。